事業用車の一例試験車国鉄マ磨三34型客車事業用車とは線路の維持管理や乗務員の訓練などのための営業に供しない鉄道車両の総称である。なお、荷物車と郵便車はしばしば事業用車と誤解されるが荷物や郵便も旅客、貨物と同様輸送契約を結んで運賃を収受して輸送されるものであるので事業用車ではなく 営業用車に分類される。機関車については、実際には、旅客列車や貨物列車の牽引に使用せず、事業用車の牽引にしか使用していなくとも、それを事業用車と呼ぶことは一般にはない。車両基地や貨物駅などで車両の入れ替えに従事するものや、補整用のもので、車席を持たずに機械として扱われる車両も、鉄道車両としては扱われないため、一般に、 事業用車とは呼ばれない。また、古くなった営業車両を事業用車に用途を変更することがあり、その際に改造を受けて外観が変わる場合がある。中には営業用車の形式のまま、事業用車代用として使用されるものもある。事業用車は、事業用客車と事業用貨車に大きく分けられ、さらに各種の事業用車が存在する。以下に例を示す。職用車は、 事業用車両の内田の車種に分類できないものをまとめた故障である。この中には検引車、職員輸送車、電源車などが含まれる。試験者には2種類の意味があり、車両の開発試験のための試作車という意味と、線路や河川などの設備の計測、点検用の車両という意味がある。後者は、検測者とも呼ばれる。検測者の一部として、建築限界測定者がある。 職員向けの車両として、鉄道技術の教育を行うための教習者や、健康診断を行う保健者がある。救援者は、事故や、災害の際に復旧資材を積んで現地に派遣される、車両である。配給者は、鉄道事業者が内部で使用する物品を、輸送するための車両である。暖房車は、蒸気暖房を使う列車において、蒸気発生装置のない機関車を使用したときに、 代わりに暖房用蒸気を供給するための車両である。ここで示した事業用車の中には、電車や機動車の分類になる事業用車も存在する。例えば、牽引車は車両の性質上動力が必要であり、国鉄で使用されたものはすべて電車である。車掌車は貨物列車に連結されて車掌が乗務するための車両である。当初は、 列車全体に一斉にブレーキをかけられる貫通ブレーキが存在していなかったため列車内のところどころにブレーキを装備した車両を連結し制動主がこの車両に乗り込んで必要な時にブレーキを操作していたこうしたブレーキをかける設備を備えた車両を緩急車という緩急車は旅客、貨物を問わず用いられ客車や 他社のうちブレーキ設備を備えたものが関係車であった。有害者や無害者など他の貨車の一部にブレーキ扱いの設備を取り付けたものはそれぞれ有害関係車、無害関係車と呼ばれていた。その後、貫通ブレーキが普及するに従ってブレーキ取り扱いの役割は薄れ車掌が乗務する車両という意味に変わっていった。そして、 車掌が乗務するだけで他の貨物を積載することができない車両を区別して車掌車と呼称するようになった。したがって有害関係者や無害関係者、客車のうち関係設備を備えた車両は旅客や貨物を乗せることができるため営業用車に含まれるが車掌車に関しては事業用車となる。列車無線や列車防護無線装置が開発されると多くの国で 車掌車の連結は廃止となった。雪かき車は、降雪地域において、線路上の除雪を行う車両である。ラッセル車、ロータリー車など、各種の雪かき車がある。かつては動力を持たない独立した雪かき車を、機関車で推進、牽引して、除雪作業を行っていたが、後に、機関車自体に除雪装置を取り付けるようになっていった。機関車に装置を取り付けた場合には、 独立した車種には分類されない。さらに保線用のモーターカーなどに除雪装置を取り付ける場合もあり、鉄道車両によらない除雪手段も用いられている。拳銃車は鉄道車両の重量を測定するための測りを構成するための車両である。日本国有鉄道では当初工銃車と呼ばれていたが、根気な車にこの記号を譲るため拳銃車に改められた。 風車の貨車の重量を測りで計測し、続いて貨物を積み込んでから再度計測することで、搭載した貨物の量を測って、それに基づいて荷主に運賃や料金を請求するといったことが行われるため、貨車の重量を計測できる測りが貨物駅や操車場などに備えられている。線路の重量制限を満たしていることを確認する目的にも用いられる。 この計りが正しいことを確認するために、クレーンや重りを備えていて、構成作業を行うのが拳銃車である。ミサオ銃車は、クレーンを搭載した鉄道車両である。補線作業や建設工事に用いたり、事故発生時の復旧作業に用いたりする。道路網が発達し、外部から機動力のある自動車のクレーンで乗り入れられるようになったため、日本では、 五線用機械を除き全廃された。機械者と呼ばれる車両には複数の使用目的がある。一つは、作業員の休憩スペースを備えており、操車場などにおいて必要な場所に移動させて使う車両である。もう一つは、様々な目的で他の車両と車両の間に挟み込んで連結する車両である。校舎については、鉄道連絡線に貨車を積み込む際に重い機関車が、 乗ると、船が、その分沈み込み、可動橋と、船体接続部の傾斜が急激に変化して危険が生じるので、それを防ぐために、貨車と機関車の間のスペースを空ける目的で使われたり、ミサオ従車に積まれているクレーンのジブが、他の車両に停触しないようにスペースを空ける目的で、使われたり、連結器の種類が異なる、車両同士を連結するためのアダプターとして使われたり、する。 なお稼働協自体は、機関車の重量に十分耐えられるように設計されており、強度不足のために機械車を使用するわけではないもすべて、静観連絡船によって運ばれている。ありがとうございます。